バレリ・デオルゲービッチ・ガザイフは、ロシア出身のオセット人の元ソビエト連邦、代表サッカー選手、サッカー指導者である。選手時代は、ストライカーとして、スパルタク・オルゾニキーゼ、スカ、ロストフなどヌ、ロコモティフ・モスクワ、ディナモ・モスクワ、ディナモ・トビリシでプレーした。ソ連リーグ通算283試合出場89ゴール、1984年にはディナモ・モスクワで、 ソ連カップを獲得した。ソ連代表では U-23 代表として1976年 U-23 欧州選手権に優勝。オリンピック代表として1980年モスクワカキオリンピックで銅メダルを獲得。A 代表では8試合に出場して4ゴールを挙げた。1986年に引退後は指導者に転身し、まず最初は ディナモモスクワのユースチームで指導にあたり、その後、プロクラブの監督となった。最初の大きな成果は1995年のアラニア・ウラジカフカスのロシアリーグ優勝であった。チスカ・モスクワでは3回のリーグ優勝に導き、2004から2005シーズンには UEFA カップで優勝した。2002年から2003年まではロシア代表監督も務めた。2008年7月10日、 契約は2011年まで残っているが、2008年シーズンのロシアリーグ終了後にチェスカ・モスクワの監督を退任すると発表した。退任の理由は、心身の疲労だという。2009年5月、2009から2010シーズンより、FC リナモ・キエフ監督就任を発表するも、2010年10月1日に辞任。2011年1月、 アラニアウラジカフカスの会長に就任。ありがとうございます。